5月2日、丸山小学校に大きなリュックを背負って登校する児童の姿が。今日は何があるんですか？登山。どこ行くの？家族山。丸山小学校では6年生の恒例行事として毎年風越山登山を行っています。風越山の標高は1535メートル。児童たちはその山頂付近にある白山社奥社を目指します。例年、風越山登山は5月下旬から6月上旬に行っていましたが、熱中症対策として今年は開催を早めました。やっぱり天候のこと、年々暑さのことを考えたりして、今年は5月上旬2日になりました。この日の最高気温は 22.3 度、最低気温は 9.9 度。出発前は肌寒かったものの、日中は気温が上がりました。さて、体調は皆さん大丈夫ですかね？疲れてる。今のところ大丈夫。塩タブレット。じゃあこれ暑さ対策で持ってきたんだ。ここまでは、まあ余裕ですね。気温が上がってきたけど、どう？寒さとか。まあちょっと暑いくらい。ちょっと暑いくらい。汗はどう？かく？まだ。そうですね、登るとき相当暑くなるので、ちょうど登るにはちょうどいい気温で、とても山登りには適した今日一日になると思います。みんな頑張っていこう。休憩を終えた児童たちは、近くの登山口からおよそ4時間かけて風越山を登りました。みんな頑張ってね。生きて帰ってくれるかな。教育現場にも影響を及ぼす厳しい暑さ。丸山小学校では熱中症の危険度を判断する暑さ指数が厳重警戒レベルになると、校庭や体育館の使用を禁止しています。曽我教頭は学校行事の日程調整に頭を悩ませていると話します。やっぱ運動会毎年ちょっと考えますね。地域のね、行事が土日たくさん入っていまして、で9月に持ってこようかといろいろ考えるんですけど、やはり9月暑いじゃないですか。まだで練習ができないんですよね。どこに持っていこうかっていうのは毎年苦労して。例年続く厳しい暑さの原因の一つに地球温暖化が挙げられます。世界規模の課題である地球温暖化ですが、飯田市においても身近なところで影響が出ています。飯田の夏の風物詩、飯田人形劇フェスタ。フェスタの主要舞台の一つ、中央公園のフェスタセントラルパークは、近年の気温上昇でスタッフや来場者の熱中症対策が十分に行き届かない懸念があることから、昨年が最後のステージに、今年からは室内での開催に変更となりました。また毎年6月に開催していた飯田市消防技術大会も今年から5月開催となりました。これは長野県消防技術大会の開催時期が暑さを考慮して前倒しされたためです。このようにさまざまな行事に影響が出ています。地域の特産品にも影響が。 JA 南信州によると、近年では夏の暑さや強い日差しによってリンゴの色が変色してしまう日焼けの被害が年々増えているといいます。日焼けしてしまったリンゴは軽度であれば出荷できますが、ひどいものは加工用に回すか廃棄しなければならないといいます。
また市田垣でも春先から高温が続く影響で生育が早まり、本来冷え込んで乾燥する秋の干す時期に高温多湿状態となり、カビが発生する事例もあります。気温上昇は熱中症などの人体への影響も挙げられます。飯田広域消防本部によると、昨年熱中症疑いで搬送された人数は管内で152名、ここ10年間では最多となっています。気候変動は市内でも死亡者が出た令和2年7月豪雨など大きな影響を及ぼしています。これらの地球温暖化や気候変動の原因は、人間活動による温室効果ガスの排出が挙げられます。この温室効果ガスを減らすことは世界中が取り組むべき課題です。令和3年、市民の代表である飯田市議会、事業者の代表である飯田商工会議所、行政機関である飯田市役所の3社が共同で、2050年飯田ゼロカーボンシティ宣言を行いました。これは2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロを目指すものです。飯田市では実現のために飯田市地球温暖化対策実行計画を策定、再生可能エネルギーの活用や次世代自動車の推進、森林整備などを進めながら、市民に向けた環境学習などにも取り組んでいます。私たち一人一人が当事者意識を持ち、市民、事業者、行政などが共同して地域ぐるみで環境への取り組みを進めていきましょう。